こんにちは、ちびぞうくんだぞ。慣れてきた。ルル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 マソ TV でーすの。あの、マソ TV です。ずっと昔から YouTube やってきておられる。はい、マソ TV でーす。はいーのマスオさんです。ヒカキンさんとね、幼馴染で、同じ新潟出身のね。はい、マソ TV でーす。はーのマスオさんです。最近ご結婚なさってね、本当におめでとうございます。本当にマスオさんの幸せを心より願っております。おめでとうございます、本当に。ってことで今日はマスオさんで笑ってはいけないやります。多分最近 YouTube 見たっていうね、若い方々は、マスオさんを分かってないんですよ。マスオさんの面白さ、マスオさんの底力、マスオさんの力強さ、マスオさんの可愛さ、マスオさんのいやらしさ、それを全てあなたたちは分かっていない。僕はマスオさんマスターなんで、今日は笑ってはいけないマスオさんで、マスオさんの面白さを少しでも伝えられることができればいいなと思います。マスオさんで僕はいっぱい笑っていきたい。まあ笑ってはいけないなんですけど、早速やっていきましょう。レッツゴー。まずはマスオさんが残した伝説から見ていきましょうか。せーの、はい、ああはいバイバイバイ。せーの、はい、ああはいバイバイバイ。せーの、はい、ああはいバイバイバイ。これは本当におもろい。叫び声がたまらんねえ。あの複数カメラ使ってる時って音合わせするんですよね。まあ一番みんなやってるのがこうやって。パンって手叩いて、この手叩いた音を編集の時に合わせて編集しやすくするようにするために、パンってやった瞬間に2カメが iPhone に激突したら iPhone 割れた。おもろすぎやろ。テロップ切ねえ。このテロップ切なすぎやろ。ちょっと待って、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。完全に割れフォン。さすがマスオさんですわ、持ってますね。もうシックスメアス割れた。うわー、マジかよ。これ直すのめっちゃ高いのに。たまらんね。おもろいな、マスオさん。いいよ、それでも。わーっ、わーっ、あっ、あっ、どうだ、あれ。いい顔するよね、マスオさん。めちゃめちゃいい顔する。この頃の髪型のマスオさん、懐かしすぎるな。この人、毎回頭抱える。頭抱える TV やんけ。ちょっと意味わかんなかったです。すいません。来い、どうだろう、サンドル衝撃、マジで。お願いだ、来い。驚き方、キモ。驚き方かわいいね。アゲナムーとエクサしちゃって喜んでるマスオさんですよ。確かこれもめちゃめちゃ伝説なんですよね。取り返しのつかないことしちゃってめちゃめちゃ発狂してるマスオさん。スーパーレキーを究極進化いたします。あれ、いいんだよな、これで合ってるよな。はっ、マジかよ。ということで、笑ってはいけないマスオさんでした。最高でした。改めてご結婚おめでとうございます。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。ラジアン。